形式図2940型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道省に在籍した、タンク式蒸気機関車である。元は、カラフト町鉄道が、1919年に、アメリカ合衆国のアメリカンロコモティブから7両を、輸入した、車軸配置2から6から2、2機等端式の飽和式蒸気機関車である。 当初の形式は2型と称したが、1922年6月16日付で3100型に改称された。この時点で、鉄道省払い下げの同社軸配置であった3000型が存在したため、それに次ぐ位置に形式付与されたものである。なお、本土の国有鉄道にも同名の3100型が存在したが、本形式との関連は全くない。その後、 1943年の南カラフトの内地化に伴う鉄道省への移管により、2940型に改められた。形態的には、アメリカ古典機スタイルで、ボールドウィンロコモティブワークス製の2920型に似るが、シリンダ直径と動輪直径が小さく、固定軸距が短いため、軽快な印象であった。また、運転室の屋根は、単純な曲線ではなく、 長部が平らになっていた。配置は西海岸線の猛火で、その後と原に転属して入れ替え用に使用3106は東海岸北部の施設部、目ぐみしとり出張所に転属し、建設用として使用された。1945年の廃線までは7両すべてが建材であったのが確認されているが、カラフトを占領したソビエト連邦に接収され、 その後の消息は明らかでない。ありがとうございます。